実はね、ADHD はですね、むしろ普通の人、ADHD ではない人よりも、彼らの方が ADHD の人の方が活躍できる仕事っていうのがですね、見つかってるんですよ。だったらこれ行くしかないですよね。で、今日のですね、研究は2016年のですね、ミュンヘン工科大学が行った研究を元にしています。具体的には ADHD の人が向いてる仕事、それはなんと、起業家だったんですよ。でですね、何が分かったか、この調査で何が分かったかっていうと、事業に対してどれぐらい成功する確率があるのかってことをですね、詳しく調べてみると、大体3分の1の人たちは事業に失敗してました。で、残りの被験者っていうのは ADHD が持っているリスクテイキング、リスクを積極的に取るような能力ですね。あとは過集中。一個のことにこう目がこういっちゃったらもう集中しちゃったらもうそこから逃れられないみたいな。こういうの過集中って言うんですけど、集中しすぎって意味ですね。過集中とか、あとはコミットメントも、これって思ったらもう全力でそこにですね、全てを投下してしまうんですよ。コミットメントですね。こういったものの特性っていうのがですね、実は ADHD の人たちが持ってる特性なんですよ。で、これ3分の1の人たちが事業に失敗していたってのを聞いたときに、一般の方は、あ、なんか結構失敗するんじゃんっていうふうに思う方いらっしゃると思うんですけど、逆に言えば3分の1だけ失敗して3分の2事業成功してたんですよ。で、これって日本でもよく言いますけど、会社ってもう9割以上が倒産するって言われてますよね。普通に会社って新しい会社ができても。つまり何が言いたいかっていうと、3分の1しか失敗しないんですよ。ADHD は。起業しても。って考えたら、めちゃくちゃ起業した方がいいわけですよ。こんなに起業に向いているですね、人っていないはずなんですよ。ただし、条件があります。ADHD の方は事務作業がめちゃくちゃ苦手です。逆に言うと、対局を見たりとか大きなアイディアを作ったりとかするのはすごく得意なんですね。だから、ADHD の人が成功したいんだったら、起業成功させたいんだったら、事務作業が上手い人とか、そういう細かい調整とかが上手い人をパートナーにしてあげると成功するわけですね。だから ADHD の人って、ある意味すごい能力をですね、秘めてるんだよってお話ですね、今日はさせていただきました。ぜひやってみてください。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。